ます。はい。はい、じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。クロバ出版代表取締役の小川康です。今日は、グローアップメッセージ創始者でありながら、はい、オーガニック美容研究家の直子さんにお越しいただきました。はい、直子さん今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ早速なんですけども、今日はあの直子さんを呼んだのは、はい、徹底的に僕の疑問を晴らしてほしいんです。はい、でこれ何かというと、はい、多分あの直子さんのファンの方はもうお気づきだと思います。結局直子って 何者なんだというのをね、ごめんなさい、今でもわからない。わかんない。正直わからない。分かってください。美容家なのか、はい、メッセージセラピストなのか、うん、はっきりしてくれと。これ、ね、負けなんか違って見えるんですよ。同じなんですけどね。同じっていうんですよ、本人はね、はいはい、ちょっときっと分からないっていう人もいると。なんかこういろいろやってるんだな、はい、ただここにはね共通点があるってことじゃないですか、うん、そこを今日は解明していきたい、はい、でちなみにだあの、うん、なぜ今日呼び出したかというと、はい、弊社からですね、はい、まあ、来年2017年に、まあ、グローアップメッセージよりの、はい、本を弊社から刊行していただく予定にもかかわらず、はい、2016年の、まあ、末というかね、あの、まあ、1月ですね、1月か2017年の初めに、この自分らしく輝くナチュラルコスメの作り方48のスキンケアレシピというのをいきなり出したわけですよ、この方は。じゃあグローアップメッセージの人じゃなかったんだっけと、うん、はい、うん、うんうん、うん、で、まあ、美容家だったの知ってたんですよ、うん、うん、あ、そうでした。だから美容家としても活躍されてたんですよね。そうです、されてたというか、している、うん、まあ、うん、で昔の方が知ってたかな、はい、うんうんうん、なんかテレビとかでもね、そうですね、出られて、はい、はい、BS ですけど、テレビ時代、あと雑誌の取材が結構、はい、連載とか、そうですね、連載は、はい、いろんなところでしてましたね、うん、なるほどね、はい、っていうふうにやってたわけなんですけども、はい、そのグローアップメッセージと、はい、結局そのナチュラルコスメ、はい、まあ、オーガニック美容研究家の関連性とか何がどうつながるのかなっていう、うん、まあ、男性とほらやっぱりこう左の脳で考えることが結構多くて、まあ、どういうふうにつながっていくのか、はい、しかもですよ、ちょっといいですか、はい、あのこの人本当に私疑問なんですよ。一冊目の処女作で、うん、ナチュラルコスメの教科書、うん、出してるわけじゃないですか、はいはい、なんでまた同じ本出すのっていうことなんですよ。一緒じゃない一緒じゃないですね、はい、これ どう違うんですか。まあ、こちらを出した2013年に講談社から出させていただいたんですけど、はいはい、ね、はい、でこの時は、はい、まあ、なんていうかスピリチュアルなメッセージを、うん、使ったこととかは一切も言わずに、はいはい、ただあれが、うん、治るための自分の奇跡だったりとか、はいはい、そこと、まあ、まあ、薬草魔女って当時言われていて、うん、まあ、書いてますね、うん、なんかハーブを使って化粧品を作るっていうのも、うん、まあ、パイオニアとして本出してくださいということだったので、うん、なんかその怪しく思われるようなことは一切排除して書いたんです。で完全に実用書だ、はい、そうです、教科書なので、はいはい、アロマテラピーをなさる方とかが読んで、うんうん、いいなって思ってください。あの本屋行ったら奥の方に角の方にあるようなところの、そうですね、ありがちだね、そうですよ、はい、分厚い本とかね、なんか長く、まあ、手に取っていただけるようにということで書いたんです。なるほど、うん、で今回は、で今回は、メッセージを聞いて、はい、美しさとは何ですかとか、うん、まあ、聞いたお話が入っていたりとか、あのガイド、宇宙ガイドに聞いた話が入っていたりとか、うん、はい、あとは瞑想の方法だったりとか、そういうちょっとそのスキンケアに、うん、なんかレシピに特化してないような、うん、その生き方のバランスを取れるような、まあ、はい、ことを書いている本ですね、うん、あとはなんか満月とか新月の月のリズムを使って、はい、化粧品を作るとどういうことがあるかとか、はい、まあ、そんなことを書いた。なるほど、はい、違うよ、全く違うと、うん、まあ、でもレシピがあるのは同じです、まあ、レシピはね、レシピはね、はい、はい、なるほど、はい、まあ、ちなみにこれはこんなに長くはないですね
これあくまで手作りでね、まだ発売前、このぐらいの長さということで、あと誤解がないようにね、お話しておきますと、クロバ出版ではなくて今回の本は来庁社さんというところから発売なんですけども、まあとにかくこの直子さんのナチュラルコスメの教科書からナチュラルコスメの作り方、そしてグローアップメッセージなの本を出していく、この過程は全て一つの流れがあって、そして皆さんに、皆さんがですね、最終的にこのグローアップメッセージ自分で下ろしていけるようになるためのある意味布石になる本じゃないかなと思ってるんですけど、はい、分かってるじゃないですか。いや、分かってるというか今思ったんです。今思った、はい、結構すぐ分かる、ということなんですけど、まあ、これね、僕も初め疑問だったんですが、はい、じゃあナチュラルコスメが自分で作れるようになったらば、うん、今例えば動画を見ていただいている方に何が起こるんですか、質問ですかって皆さんから聞かれてるようなけど、はい、僕も疑問なわけ、どういうふうにつながっていくのか、はい、どうなれるのか、なんか人間の感覚って、いつも普通の暮らしをしていると、販売しているものをそのまま取り入れてスキンケアをしていると思うんですよね、でもそれが実際はもともとはどういうもので作られていて、でそれがどのような昔の人が、まあ、大事に仕方という愛され方があって、大事に育てて作られているかって知らないんですよ。そう、知らない、でだからなんとなく使うんですよ、でなんとなくなんかこうパパッとつけて、なんか洗い物したりとか、そういう使い方ではない、実はその一つ一つ味わって使うっていうそのことをすると感覚が開いていくんですね。なるほど、本来の、本来のものを本来に、らしく使う、例えばの D リンクルみたいなところでね、あの CM 見て、こういう工場で素敵に作ってるんだ、すげえと思ってただつけて、じゃなくて、やっぱり本来の、まあ、お化粧だったり本来身につけるもの、ありのままの姿に一回戻りましょうということかな、まあ、すごいなんかすごい遠くから来た感じですけど、でもそうです、簡単に言うとそうで、今の化粧品って大体市販のものは約100年も経っていない作られ方なんですよね、はい、分かります。それで、昔から作られている植物療法のスキンケアの知識とかって、もう紀元前からなんです。そうなんですね。でクレオパトラとかが、その自分を美しく保つために、そういうお抱え の、テストをする人とかを、つけて、でこれは美容に、としたものを自分が使っていたりとか、もうすっごい検証した結果ね。そうですね。でそれがいまだにその植物が化粧品として残っていたりするということは、やっぱりそれだけの効果があったりするんです、で昔の人はそれだけじゃなくて、使うことでその植物の H を、体に、宿していたんですね。なるほど、まあ、だって当然エネルギーがあるわけだからね、全てにはエネルギーがあるので、だからそこにはその満月に収穫をするだとか、新月に巻くだとか、あとはその宇宙の天体のリズムに沿った植物の取り方や、もたらされ方があるとかがある、で簡単に言うとなんか呪術的によく植物は使われていて、ね、教会とかだとフランキンセンスだったりとか、サンダルウッドだったり、まあお寺もそうですよね、ああいうのがお香にしてたかれるじゃないですか、あれもその香りがくゆらせて、煙となって登っていくそのエネルギーとともに自分の願いや祈りを神に届けていたわけですよ、だから香りと精神的なその、願いとかって直結していて、まあ、そうですよね、まあ、よくはそのアロマで鬱が治ったなって話もある、最近あるようにね、そうです、同じようにまあ、香りは大脳辺縁系に直接こう作用するので、香りでね、懐かしい人を思い出すとか、癒されるとかも、もちろんあるので、それをね、朝晩の、ケアで、しかも自分が作ったもの、で自分がそこに思いを寄せたものでケアをすると、そのように自分が変化していくと、いうことを発見しちゃって、発見した、それ皆さんそれを使ってる方が変わっていく、みんな変わります。みんな変わる。私13年クラスをやってますけど、みんな変わります、例外なく、例外なく例外なく見える、例外なく変わる、すごいね、未だに
今の時代に例外なくっていう言葉を使えるってすごい、はい、私これね自慢です、ね、生徒が自慢、はい、どんな人でも 99.9% って言うじゃないですか、うん、例外あそこ、うん、まあじゃあ9、まあいいや、まあまあまあでもね、でも例外ですね、うんやっぱりでもそれを使おうと思ってる時点でだいぶそのエネルギーが変わってるってことだもんね、はい、使おうと思ってる段階でも向いてるからね、はい、そういう気持ちで使おうと思って使うことが大切だし、そうで、あの、まあ、作り方が書かれてますけど、うん、そこに載せる思いが本当に大切で、はいはい、なんかその思いの載せ方だったりとか、うん、あなるほどね、ただ作るんじゃなくて、はい、どういう思いを載せて作るのかによって、そうですね、未来が変わっていく、うん、あと願いの届け方だったりとか、はい、その願いを届けるための、はいはい、うん、レシピ集。なるほど、はい、あ、ものすごく簡単に言ったら、うん、自分でナチュラルコスメを作って美しくなりながら願いも叶えてしまう本ですよ、はい、そうです、あ、そういうタイトルですよ、うん、っていうことの方が売れたかもしれない、はい、だって言ったら怒られるよね、怒られますまあでもピンときますね、はいはい、うん、なるほどなるほど、そうですか、そうすると、うん、まあ、今は多分皆さんも分かっていただいたと思いますが、はい、本当に美しくなりながら健康になりながら自分の願いを叶えていく、はい、もちろん人の願いも叶えてあげることができる、はい、 そうですね、そしてこのようなふうに自分が変化した先に今度クローバー出版から出すよって自分でこのメッセージを載せるようになるというのはただ単にテクニックをやればできるんではなくって日々のこのような自分自身のエネルギーを変えていく、はい、変えていく、丁寧な日々を過ごすことによってメッセージが下ろすことができるようになっていくから、まずここからやっていく、はい、そうですね、つながってるわけね、うん、そうなんです、自社の本をなんとか見るんですよね一応ビジネスマンですから、そうです、ありがとうございます、一応ビジネスマンですから、すいません、よろしくね、はい、まあまあまあ、でも本当にそうで、そうですね、私がなんかその自分のメッセージ聞くのって5歳でこう開始して、うん、でそれであの10歳ぐらいの時いじめられて、まあ閉じまして、うん、でまあ、あの その間20代でまた復活するので大嫌いだったんです、自分のことが、うん、それですごく攻撃的に自分をこういじめてたので、うん、あのね、すごく肌荒れがひどくなって、うん、最終的にはもうアレルギーがまあアトピーにつながり、うん、何も使えない時期があって、で、うん、でその時に何も使えないから、うん、祖母が手作りしていたのを、ね、うん、思い出して作ってみればいいかなと思って、うん、作り出したのがもう本当最初なんですよ、で作ったら、うん、あれ、あ、これだったら使えるかもと、うん、でオーガニックコスメって昔は全然、うん、ちょっとパッケージが、うん、はい、うん、そうなんですね、はい、はい、で、あのおしゃれなものが全然なくて、うん、だからあのなんでこんなにいいものなのに、うん、誰も知られてないんだろうとか、すごくそういったことが不思議 で、まあ、でみんな市販の化粧品ばかり使ってね、そうです、うん、で当時はね、なんかね、編集者もやっていたので、うん、取材をしに行ったんですよ、あ、はいはいはい、そう、あのボランティアなんですけど、うん、そしたらそこで、うん、あの実はこういう思いで、はい、自分の娘がアトピーでとか、はい、うん、思いで、あの植物療法を使って化粧品を作るということをみんなやっているということが分かり、でそのエッセンス何って言ったら精油とか、うん、まあ、ハーブとかの効能を勉強するようになり、でセラピストになってたんですね、なるほどね、あ、自分自身がそういう経験を今に至ってると、そう、癒されていって、で使うことによって癒されていって、はいはい、で私自分のことが大嫌いだったなとか、うん、こういうことで自分をこういじめてたなとか、うん、いろいろ分かるようになって、うん、でもういいよねって癒しがこう植物からもたらされるようになって、はい、で楽になっていって、うん、心がほぐれていったらメッセージがまた聞こえるようになったんです、なるほど、うん、まさにこの本のラインナップは自分自身の人生の奇跡と同じだ、そうなんです、苦労場所ね、そう、ここです、この後、この後、ないね、はい、そう、なるほどね、うん、そういうことがあって、うん、そう、だからなんかその間に立つものが欲しいなと思って、うん、本当はこの時にそれ言いたかったんですけど、うん、まあ、まだなんかちょっと言える自信がなかったというか、うん、なるほど、うん、初めてだったしね、まさにご自身の成長とともに皆さんに伝えるべく、はい、そして伝えれる自分になってきている直子がついに、うん、はい、まず第2弾、はい、第2弾、第3弾ももうすでに決まっている、はい、来年、っていう、あ、2017年、何年の、はい、うん、1月、これは1月です、1月ですね、はい、改めて、はい、自分らしく輝くナチュラルコスメの作り方、はい、48のスキンケアレシピということで、はい、1月に出るわけなんですけども、はい、今回は、うん、まあ、この動画は動画で見ていただきまして、はい、
改めてですね、この動画が終わったらば、そのまま皆さん何もしなくても、なおこのこの本のキャンペーンページに自動的に切り替わるようになります、そして皆さんよく本を読んだ時に本で書いてあることもまあわかると、けどもやっぱりちょっとわかんないんだよな、動画で見れたらなって思う人がすごく多いと思います、でこれさっきまで決まってなかったんですけども、この本を買ってくれた人には、希望される方には、そのキャンペーンの方を見ていただくと、なんと動画で解説した特典が購入者も漏れなくもらえるということで、やっぱりこういう作り方って動画で見ると分かりやすいですよね。そうですね、やっぱりね、何でもね、テレフォンショッピングでも結局ほら、動いてるの見るからみんな買っちゃうもんね。やっぱりね、ああいうの大事ですよね。まあ、確かにそうですよね、やっぱり動いてるの見るというのは本当に皆さんにとって、ただ見るだけではなく、やっぱり動いてるのを見るというのはすごく、皆さんが自分で作るためには大切だと思いますので、皆さんがこのスピリチュアルなね、感性を磨く、そしてメッセージを下ろしていくということをもし望まれるんであれば、自分が輝きながらね、しかもね、であれば、まずはこれを試していただいて、そういう体質にね、エネルギーを自分が持っていくと、ぜひやってみていただきたいので、気がついたら、すっぴんでも綺麗になっています。そう、すっぴんなんですよね、これね。ファンデーションは、15年使ってないから、アイメイクだけです。そう、なんですって、でもさ、エジプトの美女ってこういう感じだよね、なんかこういう感じだよね。だからさっきのクレオパトラ、まあいいや、でもクレオパトラのイメージってそういう肌だよね。あ、でもなんかそうです、つるっとしててね。そうですよね。でも日焼けをしても、あまり肌にダメージが起こらないような謎が解明されたりとかということです。まあ皆さん、化粧品会社に来られますけども、僕は実際にいろんなことを知ってます。化粧品、実は化粧品、僕がつけると真っ赤になります。日本の化粧品、ね、真っ赤になります。ああ、なぜでしょうということで、ナチュラルコスメでぜひですね、チャレンジしていただきたいと思います。今日は奈子さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。前半でね、優香迷ったんだよね。